ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪岡です。高橋です。さあ、今日のボンドチャンネル、はい、車両紹介動画はこちら、フェラーリ812スーパーファースト。いやー、でもすごい色ですよね。ほんまにすごい色、ね。まあ、これ最近フェラーリってオプションリストみたいなプレートついてる、はい、あれにボディカラーって書いてあるんだけど、はいはいはい、書いてある。女さんに聞いたらブルーエレトッポっていう色。あ、なるほど。そう、特別仕様的な。そう、こんな感じの結構中華の。あ、でもなかなか見ないというか見たことないかもしれないですね。いや、この色は初めて見た。結構めっちゃ多くも、そうそうそう、こういう感じですよね。メタリック強くて、あの光の当たり具合で全然水色にも見えるし紫にも見えるし、すごいこの色。いや、もうこのオーナーさんが、はい、フェラーリ11台、はい、ランボ5台、はい、ポルシェ3台、はい、乗り継いできてる人そりゃおしゃれなん行くわなっていう普通の色は飽きたそう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 、ご満足できないんです。そう、もうボディカラーがまずおしゃれすぎる。そうですね。そう、だいぶこだわりを感じますね、うん、これはなかなか。ちょっと、 気になったところというか、うん、じーっと見たら分かったんですけど、うん、この辺ラッピングですよね。そう、これが、はい、あのもう俺も最初見たらカーボンやと思ったけど、これ全部カーボン調のラッピング、はい、いや最近のほんま分からん。騙されましたね、それは。でしかもこれラッピングの上からプロテクションも貼っとるから、はい、そう、なるほど。それでちょっとこうクリア感増し増しというか。はい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 、うん、それでちょっと分からんかったんかもしれない、ね。そう、最初はほんまに全部カーボンやと思って。すごいですね。そう、でも全然分からないですね、うん。まあ、あとはあのプロテクションはもちろん全面、はい、うん、あ、全面やったんですね。です。で、続いてサイド。サイド、はい、はい、ここもカーボンのラッピング。あ、下のところですよね。そう、ほんまに。でも分からないですよね、うん、最近のカーボンラッピングは全然分からん、ね、オプションって言われても。そう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 、ね、最初疑わないぐらいの仕上がりですね。ちょっと離れてみたら全然分からん。そうですよね、うん、なんかこうカーボンの質感といいますか。そう、ここも再現されててすごいですね、うん。最近マットとかもあるし、はい、フォージドカーボンもあるし。ああ、なるほど。結構、あとはここリア、あ、リアディフューザーのところですね。この左右のところ。あ、はいはいはい、うん、ああ、やっぱよくできてますね。なあ、もうほんまに分からん、ね、すごいですね、うん、もうオプションいらんのちゃうっていうぐらい確かに言うぐらいすごい仕上がりがいい。あ、すごいこれ、うん、なかなか。これだったらちょっと前のカーボンってやっぱりプリント感すごかったから。そうですよね、うん、かなり良くなってます。すごいな。はい、次はホイール。ホイール、はい、これ今回ノビテック。あ、なるほどなるほど。ノビテックが出してる812専用ホイール。あ、専用なんですね。そう、デザインが NF8。 NF8、うん、でも結構純正ルックというか。そう、ね、もう今回このホイールにした理由があって、はい、まあ、全体のイメージのその純正っぽさっていうのが一つ。1つで、はい、インチアップ。インチアップ、はい、と、あと車を売却するまでに届くホイールもうあの長く乗る気じゃないよ。そうお客さんから LINE でホイール明日来ると思うんですけど、いや頼んだん昨日ですみたいななるほど。そう、でも今回めっちゃ早かった。あ、そうなんですね。ほんま1ヶ月ちょろぐらいできたのかな。なるほどなるほど、うん、でも無事売却するまでに間に合った感じですね。で、売却するまで間に合いましたねって言ったら、今回は15年乗るって。もう絶対乗らない絶対乗らない近々でもボンドチャンネルでも12台目を紹介することかもしれない。なるかもしれないそうで、あのもともとこのホイールのボルト、はい、純正の、はい、純正のボルトの方もノビテックはそのまんま使えるし。あ、なるほど。そうで、センターキャップもフェラーリそのまんま使えるから。あ、もう本当にもう純正ルックというか。そうそうそう、純正ルックやけどインチもアップしててっていう感じで、はい、そうですね。面も結構いい感じですよね、うん、もうさらっとっていう感じで、もうパッツパツよりは気持ち中ぐらいな。あ、そんな頑張ってる感もいらんしなっていうのもあって。なるほど。そうで、
フロントが、はい、10J の21インチ、はい、でこっちリアが 12.5J の22インチ。そう、なるほど。まあ、サイズはまあ定番といいますか。そうそうそう、はい、まあ、決まりの。フェラーリではインチアップしたら21、22はもう基本という、そう、基本的な感じかなと。あ、でもリアはやっぱりコンケーブしてますね、うん、ちょっと。そうそうそう、まあ純正ボルトを使うのにバックパッドが分厚いから、あ、ちょっとその分緩やかなコンケーブではあるけど、はい、まあでもこれだけサラッとしてたら、そう、純正って言われても、そう、まあ、純正ルックで逆にコンケーブしすぎてても、そうそうそう、ちょっとそれは逆におかしいかけ離れてしまいますね、うん、で、あとここの隙間から見える一応、はい、ローダウンはもう定番のノビテックのスポーツスプリング、なるほどなるほど、うん、ノビテックの方で、見たらアジャスター付きやから車高調整もできるしっていう、うん、ノビテックで揃えてる、そうっすね、車高も横から見て前後綺麗な、はい、そうですね、バランスいい感じ、そう、結構落としたけどそこまでベタベタってわけでもないし、あ、確かにそうですね、うん、もちろんあのフロントのリフターもそのまま使えるし、はいはいはい、うん、かな。で、まあ最後にあの定番のEBM マフラーの一応 EBM ピッピッて、はい、これでマフラーバルブが開閉します、任意的に開閉する、そうです、もう V12 やから、はい、これで開けるだけで十分、あ、十分いいよと、いい音しますね、うん、内装はもうフルオプション、はい、あ、フルオプション、うん、そう、カーボンとかもありますよね、そうそうそう、もうカーボンも全部入ってシートもオプションシート、はい、あ、なるほど、うん、なるほど、で、このボディカラーに合わせて、はい、もう言ったら使ってるレザー、はい、この黒にあの青の、青のステッチ、センターストライプも入ってステッチも入れて、こうシートベルトも青で、すごい、だからもうステアリングとかもステッチ全部青になる、そう、統一感がありますね、かなりおしゃれな、オーディオも JBL 入ってるし、そうですね、うん、パッセンジャーディスプレイは標準やったかな、あっちには、なるほどなるほど、カーボンモリモリの、そうそうそう、だからこのシートも、はあ、あのバックシェルがカーボンの、ああ、うん、本当ですね、そう、チラチラですね、中は全部フルフルでおしゃれです、おしゃれです、おしゃれです、さあどうでした、こちらの81に、はい、まずまあ色もすごいですし、まあ、あとはまあ純正ルックにかっこよくカスタムされてて、うん、まあ、純正ルックなんですけどちょっとこだわり抜かれた1台というか、せやな、はい、うん、あるんですけど、まあ、すぐ売っちゃうのはもったいないなとはな15年乗るって言っとったけど、まあ、多分だんだん身近になっていて、そうですね、うん、はい、だから次が何台目やろ、次何代目か分からんけど、フェラーリでしたら12代目、12代目かな次のお車のカスタムを楽しみに、そうですねしておきましょう、すぐ出てきたらちょっと面白い、そうそうそうちょっと今回もこちら、はい、かっこよくなったフェラーリ812スーパーファースト紹介させていただきました、はい、はい、じゃあ次はどんなお車が出てくるんでしょうか、はい、はい、楽しみにしておいてください、結構こんな感じでトントントンっていろいろ紹介していく、そうそう、編集の伊藤さんは大変やけど、はい、それでは今日はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。Does it own you, control you, let me in, oh.
love you ever.